と口を滑らせたこと、滑らせたことによって発覚しました。なるほど。今から連絡をしてくる元カノも嫌ですか？連絡を取っている彼にも腹が立ってしょうがありません。前に付き合っていた人と連絡を取るのって案外普通のことですか？私は気にしすぎなのでしょうか？ミオさんの意見聞きたい。そうだな。元カノの存在は私本当に嫌なんですよ。だからすごい気持ちわかる。だって仕事どうとかさ、飛行機代いくらとかさ、飛行機代なんて調べりゃいいじゃん自分でって思うよ。だから彼も隠してるってことは、ちょっと裏があるっていうかさ、後ろめたいところがあるんだろうね。でも好きなんでしょ？元カノより愛してあげればいいんじゃないかな。気にするのもわかるけど、今の彼女はあなたですよ。14歳のあなたなんですよ。だから、元カノよりさ、思い出いっぱい作って愛してあげたらいいと思います。頑張ってください。どんどんいけますね。ラジオネーム、タカナッシーさん。私は彼氏にハッカーと呼ばれてしまうぐらい暗証番号を解読するのが得意でした。だからか、彼氏の携帯が指でなぞるロックにされてしまって困っています。彼のことは疑っていないけど、全部知りたいと思ってる自分がいます。ミオ山崎さんなら、彼氏の携帯のロックが指でなぞるやつになったらどうやって探りますか？彼氏が寝てる間に手持ってやればいいんじゃないかな。ダメ？あ、なぞり方がわかんないな、これ。指紋認証かと思って超ウケる。なるほど。これ難しいな、暗証番号。だからさ、一緒にいるときにさ、全然違う方を見てて、彼氏はこう、解くときに、チラッと横目で見ときゃいいんじゃない？番号覚えるよ、楽だよ。これ動き見てればいいんだもん。頑張れ。こんなとこですかね。まだまだ来てるんですけど。さあ、ここで、電話をつないでみたいなと思います。何この生電話。緊張。ラジオネーム、東京のミオラーさん。あ、でもミオラーって聞くとちょっと安心しますね。ミオラーっていうのは私の、まあ、簡単に言えばファンみたいな感じなんですけど。ミオさんに、え、ミオちゃんに相談させてください。今、遠距離恋愛をしています。とっても大好きな彼女なのですが、先日些細なことで彼女を悲しませてしまいました。ということのお便りなんですけど、電話してみますか？つながってます？あ、つながってるみたいです。もしもし、もしもし。東京のミオラーさんですか？あ、はい。はじめまして、東京のミオラーです。どうも、いつもありがとうございます。 面白いね、これ。緊張します。緊張するね。ではい。もちょっと誰か分かってる気がするとかって、分かんないよ。何歳ですか？26です。26歳。はい。お仕事は何してるんですか？普通に会社員です。会社員。なるほはい。ど、サラリーマンってことで。そうです。はい。改めてですけど、あなたの闇を教えてもらっていいですか？はい。先日、ちょっといろ、彼女を、今、彼女がいるんですけど、まあ、彼女の記念日に、ちょっと彼女を悲しませる、まあ、自分が悪いんですけど、彼女を悲しませてしまうことを、まあ、しちゃったんですけど、なるほどね。で、なんか、まあ、その時にそれで彼女がちょっと、まあ、怒ってしまって、で、まあ、大好きだ、本当に大好きな彼女だったんですけど、なんか、些細なことで怒られたことに対して、なんか、なんていうか、自分の中で、まあ、なんか、好きな気持ちがこう、崩れていくのがなんとなく分かって、自分の中で、なるほど。自分が冷めちゃったってこと？そうなんです。ああ、なるそほれどね。で、本当に好きだったのに、なんかそういう気持ちになってしまって、で、今後ちょっと、会うとき、まあ遠距離なんですけど、次会うとき、どんな顔をしたったらいいかなと思って、なるほど。ちょっとみおちゃんに今相談しもたいなと。う、別れたいとこあるってこと？いや、別れたいっていうのはまだないです。あ、好けきど、だけど、ちょっとその喧嘩で、はい。どうしようみたいな感じになっちゃったってことか。そうですね。今連絡は取ってるの？一応その、喧嘩とかありますした後少しは取ってます。なるほど。でも、今までみたいな感じではなく、ないんですけど。なるほど。付き合ってどのぐらいですか？半年ぐらいです。半年か。まだラブはい。ラブの時期だね。本当まあ、でそう言っなんですたけら。ど、でも遠距離だからね。はい。遠距離ってどことどこなの？東京と関西。あ、ちょっと遠いね、確かに。はで、次会う約束はもうしてるんだよね。い。一応してます。デートに行くってこと？
一緒に、はい。なでも仲直りはしてるんでしょ。一応、まあ、まあ謝って許して、まあ、もらったんですけど、うん、なんかこう自分の中でこう好きなんですけど、こうなんか冷めた気持ちがあるというか、今までみたいなこう一歩今まで一歩引いた感じでこう見ちゃう感じがあって。あでもね、それ遠距離のね逆にいいとこだと思う私。ああこうさ近いと嫌なとこばっかりさ見えちゃうことってあると思うの、恋愛って。はい。こう距離があって時間を置くことによってこう改めて相手のいいところだったりさ悪いところだったりを見ていけるものなんじゃないかなって私は思うんだけど。あまあでもなんか今までこう毎日やり取りしたりとかいろいろ電話したりとかあったんですけど、うん、こうなんですか、そこであえてわざとこう連絡を取らなかったりとか。ああなるほどね、駆け引きみたいなね、はい、駆け引きじゃないでもさ自分の気持ちに正直になるのが一番だと思うの。別に別れてもいいんで、私は関係ないしね実際別れてもいいと思うの、はい、別れてもいいんだけどさ、でも本当に大事だったら今別れないと思うんだよね。まあ向こうから連絡来てもこうなんか今までみたいな感じうまくメールとかも返す、なんかどう返していいかも分からないかったりとか、うん、はい、でも根本にさ好きっていうのがあってさ、今は嫌なとこが見えちゃったり、はい、男の人ってよくあるんだよね、気持ちが冷めたとかさ、こう何かに理由付けて終わりにするみたいな人すごい多いの、はい、うん、この仕事が始まっちゃって忙しいから別れるとかさ、結構けじめをバッてつける人が多いんだけど、はいはい、私はね付き合った頃の気持ちをちゃんと思い出してほしいんだよね。まあ、本当に付き合うのも自分が一目惚れで、うんうんうん、告白して付き合ったんですけど、うん、ちょっと今どうしていいかなって本当に悩んでるところですね。なるほどね。でも言わずに我慢してさ、その気持ちとか、はいはい、それ辛いじゃん。辛いしお互いに良くないと思うの。はい、はっきり気持ちをそれ言うのもありだと思うしさ。あ今彼女にメール送らせるってのどう？彼女にメールするのどう？この場で。うん。ああちょっとじゃあやってみよう。無茶ぶりすぎた？ごめんね。いや大丈夫です。でもそしたらさすぐさメール来た返事で私答えられるよ。どう？ああそうですね。うん、どんなメールにする？もう本当に正直に、まあ、この前の件をちょっと言って。うん。見ようかなと思います。そうだね、はい、まあちょっとリアルタイムで帰ってこなかったらねメールが、はい、こう進まないから、まあ、自分でちょっとやってもらうしかないんだけど、はい、まあとりあえず、うん、そんな感じかな。気持ちを一回見てさ、うん、気持ちが少し楽になりました。本当ですか、よかった、はい、またすれ来てくださいね。はい、うん、待ってます。頑張って。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、ワンマンすれも行きますんで待ってるよ。はい、ありがとう。じゃあそれじゃ、はい、バイバーイ。はい、ありがとうございます。はーい、はあ、緊張するな。なんかさ私毎日ツイッター、そうツイッターやってるんですけど、ツイッターでこう恋愛の相談とかね人生相談とか毎日こう受けてるんですよ。200件ぐらいかな。それを毎日毎日返してるの。キャバクラ嬢だから常に携帯じれてさ、仕事中もだからみんなのね相談とか受けてるんだけど、生の電話って緊張しますね。なんだこれ、うん、ごめんね、うまく答えられなかったかもしれないけど、でもやっぱりそうだよ、彼女うまくいくといいなとは思ってます。うん、そういうね電話もそうですけどメールのね、これからどんどん受け付けていきます。そんなみお山崎へのメールの宛先はみお@allnightnippon.com、 みおは MIO でallnightnippon.com までお願いします。ツイッターもやってますよ。ハッシュタグがシャープ ANN みお山崎、シャープ ANN みお山崎までお願いします。はい、それではここでもう一曲聴いていただこうと思います。みお山崎でやりたがり症候群。私たちだって満たしたい言葉に
ミオヤマザキのオールナイトニッポンゴールド。この番組はインターネットのラジコでも聞くことができます。日本放送からラジコのバナーをクリックしてください。ミオヤマザキのオールナイトニッポンゴールド。有楽町の日本放送から心の闇とキャバクラの空気を生放送で大放出、ミオヤマザキのオールナイトニッポンゴールド。はい、引き続きミオヤマザキのボーカルミオです。お便りいただいております。あ、さっきの電話の話ですかね。東京都ラジオネーム城之内海さん。さっきの電話の対応ですが、さすがキャバクラに勤めてるだけあって、なんだかまるでお母さんみたいでした。全然嬉しくないんだけど。大丈夫？お母さん、私まだ若い、ピッチピチだよ。うん、でもやっぱキャバクラに勤めてるとね、そうなってくるんですよ。はい、お来た JK。ラジオネーム青汁は横浜にいますさん、ありがとうございます。 JK2 年生です。ミオさんって意外に喋るんだなってびっくりしてます。すごい声落ち着きます。もっとキャバ嬢のお話聞かせてください。そしてミオさんにレギュラー枠ください。ください。はい、キャバクラ、キャバクラの話聞きたいの。いいよ、キャバクラか。そうね、キャバクラの質問結構来てますね。そう、あ、そう、さっきね、私キャバクラ辞めたいって言ったんだけどさ、まあ確か辞めたいんだけど、まあ夢を持ってさ、やってるキャバ嬢の人も結構いるからねっていう話はちょっと言っとこうかな。一応ね、私は辞めたいよ。うん、じゃあ、あのメッセージどんどん読んでいこうと思います。はい、石川県25歳。キャバクラで働いているミオさんにお聞きしたいのですが、キャバ嬢がお客さんに言うことって全て営業トークなんでしょうか？本心は一つもないんですか？うん、ない。嘘ある、あるよ、もちろんあるよ。うん、あります。大丈夫大丈夫、全部ではない、でもほとんどない、大丈夫。うん。うん、でもどんなトークするか。そうね、営業、まあなんだろう、かっこいいですねとかさ、すごいとかさ、全部嘘だからね。うん、これっぽっちも持ってないから、キャバクラ嬢は。うん、ごめんね、今からね、東京花金だから今からキャバクラ行く人も多分いると思うんだよ。こういう質問ダメだよ、したら。うん、すごいもかっこいいも思ってません。うん、はいはい、次行きます。鳥取県、ラジオネームビスコジャンキーさん。はい、僕もキャバクラで働きたいんですけど、どんなドレスを着ればいいですか？うん、男の子だよね。うん、どうしよっか。まずじゃあ体入ってみる。体験入店行ってごらんよ。でボーイさんに聞きなよ。だって男でしょ。とりあえずあそこ隠れてれば許されるのかな、許されるのかな。うーん、私はね、知らん、こんなことを。こんな質問してくんじゃないよ、本当に。はい。ってことでね、まあ、こんなくだらないって言ったら怒るか。うん、こういう面白いメールも、引き続きメールお待ちしております。みお山崎へのメールは、みお@allnightnippon.com、 みお@allnightnippon.com、 みおは MIO です。ツイッターのハッシュタグの方は、#ANN みお山崎までお願いします。ほんといろんな質問来てますけど、男は働けないよキャバクラじゃ。他のお店行けない？ゴールド。ミオ山崎のオールナイトニッポンゴールド。はい、この時間はミオ山崎のオールナイトニッポンゴールドをお送りしています。まもなく1時間が経とうとしていますが、早いね、すごい早い。あと30分だよ。うん、あ、ミオ山崎って言ってもわかんない人いるかな。マジ闇彼女の元カノ役やってるミオ山崎ですね。はい、伝わりますか？伝わんないか。 iPhone のアプリでマジ闇彼女の、っていうアプリをね出してるんですけど、この今もダウンロードねできます。はい、なんだ、お願いランキングとか、あと
なんだっけな、王様のブランチとか、あ、ついこの前はスマホポリス、そう、良い子の浜口さんもね、この前やってくださったんですよ。嬉しいですね。そんなこんなんで、この後はですね、皆さんお待ちかね、キャバクラのお話ですよ。キャバクラの、現役キャバクラ嬢やってます。宮山崎です。現役キャバクラ嬢の私がですね、キャバクラの裏側をこの後お話ししていこうと思っております。こんなメール、こんなメール送ってもらえればいいの。ラジオネーム、ヨーリフリーダムさん。宮山崎さん、満喫ってセクシーに言ってもらっていいですか？お願いします。思春期の弟と聞いています。これ、ディレクターさん、行きますよ。いい？満喫ね。行くよ。3、2、1。満喫。ダメ？どう？どう？どう？ちょっと。結構あり。すごい。恥ずかしいじゃん。やめろよ。でもこれ面白いね。なんか言ってほしいことがあったら言ってよ。今日下ネタも OK らしいからね。OK とは言ってない。ごめんなさい。でも思春期のね、男の子たちがたくさん聞いてると思うので。で、意外とね、JK もさ、下ネタやだとか言ってるけど、好きだと思うんだよね。女の子の下ネタの方がね、えぐいですよ、実際。男性陣はよく、妄想、なんていうの、綺麗な感じだと思うでしょ？女の子ってさ、下ネタ言わなくてキャーみたいな。でも実際女の子の方が下ネタすごいからね。元彼とのエッチの話とか、赤裸々だからね、すごい。みんなその人顔見たら、ああいうのするんだ、みたいな、バレてるからね、気をつけて。あれ気をつけてくださいね。はい。そうね。もう一件。あ、M チャソさん、去年人生初めてキャバ嬢しました。2時間だけ。住職の団体さん、キャバってすごいんですね。ずっと手を握られて目を見つめ合いながら口説かれました。ラーメンおごるからデートしようよって言うんですよ。ラーメンぐらいで行くかってね。いや、高くても980円だよ、ラーメンとか。勘弁してよね、本当に。そう、よくさ、まあこれは後で話そうかなって思ってるんだけどさ、外ですぐ会おうっていうお客さんいるじゃないですか。お金も使わないでさ、外で会おうってさ、何しに来てんのって私は思うんだよね。キャバクラ嬢は仕事でやってるんですよ。そうそう。まあ夢を売ってるのはさ、本当だけど。キャバクラで働かなくて正解ですね。あ、口説かれたこと？そっか。私もよく口説かれるよ。こんな見た目だけどさ。目を見つめながら口説かれましたって、本気で口説いてるってマジ大丈夫かって話なんだけど、まずはさ、お金をこう使ってから告白した方がいいと思う、キャバクラ嬢相手には。あんまりここで喋らされると困るんだよね。この後キャバクラ話するんだよ。はい。あ、じゃもう一個来てるわ。ラジオネーム、デメキングさん。キャバクラ大好き男です。とはいえ成功したことはなく、今までに1000万円は使いましたけどね。本当に？何歳なんだろう。あ、42歳って書いてある。何年間で使ったんですか？ってわかんないか。すごいね、1000万。なんか買ったってこと？キャバクラ嬢に使ったのかな？え、どうやって使ったんだろう。まあお店でね、1000万使うと相当な時間を要しますけど、ドンペリとか入れまくったのかな、すごいですね。ありがとうございます。はい。では、次、ここで一曲、ここで一曲、曲をかけたいと思います。シシドカフカさんで、わがまま。お客様、何飲まれますか？あ、それないです。すいません、それもないです。それも、ないです。ないです。はい、ないです。それもないですね。あ、ビールにされますか？それもないんですよね。ないです。はい、ないです。宮山崎のオールナイトニッポンゴールド、私もいただいていいですか？はい、ということで改めまして宮山崎です。この時間は宮山崎のオールナイトニッポンゴールドをお送りしております。どんどんね、メール読んでいきたいと思います。愛知県ラジオネーム、ちかさん、ありがとうございます。あ、JK 来たよ。JK3 年生です。
女の子の下ネタはえぐいですよ。私はかなりの下ネタの耐性がついているので、同級生に惹かれることも多いです。でも頑張ります。これからもバンバン行っていきます。行っちゃえ、行っちゃえ、いいと思う。私もね、そう、キャバクラ嬢だからっていうのもあるんだけど、どこまでがこう一般の人に受けるキャバ、下ネタなのか分かんなくなっちゃうことあるんだよね。女の子下ネタを言ってもさ、引いちゃう時あるじゃん。確かに。どこまでが言っていいんだろうね。こうね、誰かが言ってたのは、丸くこうオブラートに包んで面白くすると下ネタはいいよって男の人は言ってたけど、でも女の子のね、えぐいからね。どんなこと言うの？気になる。電話したい。けどここは電話するゾーンじゃない。下ネタ、そう、女の子のさ、下ネタ、男の人聞いてみたくないの？どうなの？ディレクターさんどうですか？あ、放送、電話でね、下ネタはダメだってよ。放送禁止やらしい。ごめんね。はい、続いて、三重県。これなんて読む？ラジオネーム、モポコロニョータさん、17歳。挿入歌ってセクシーな声でお願いします。近所の思春期の中学生たちを集めて正座させて聞かせてます。おー、来たね、これ。いくよ。挿入歌。ダメ？もう一回やらしてよ。じゃあ、なんかディレクターさん反応めっちゃ悪かったんだけど、今。あんまダメやった？ごめん。次行くわ。 もう一回行く？ディレクターさんがもう一回って言うから行きますね。挿入歌。レベル上がったって褒められた。ありがとうございます。はい、そんな感じでいいかな。じゃあ次、こちらのコーナーに参りましょうか。ついに来たよ、キャバクラ嬢の落とし方。なんでこの曲なの？ なんでこの曲？別にこの曲を非難してるわけじゃないの。ここでさ、キャバクラっぽい音楽かけてくださいって言ったらこれだったの。ディレクターさんのセンスだよね。はい、まあいきますか。私、三重山崎は現役のキャバクラ嬢やっております。ということで、リスナーからキャバクラ嬢の落とし方を送ってもらって、その方法で本当にキャバクラ嬢を落とせるのかどうかを判定していきますということですね。はい、男性のリスナーの皆さん、お待たせしました。いらっしゃいませ。ようこそ有楽町の日本放送地下1階にあるキャバクラゴールドへ。ご指名ありがとうございます。ミオ山崎です。 ちょっとキャラ変わったわ、ごめん。 じゃあ、どんどん皆さんがね、キャバクラ嬢を落とせると思ってる方法を、紹介していきたいと思います。横浜市、お、地元一緒、28歳、まあ、ラジオネーム、マルボルンさん。はい。僕はキャバクラに行ったことがないんですが、キャバクラ嬢と実際に付き合っている友達に聞きました。そいつによると、本指名2回までに行動に移せとのこと。理由は3回目になるとカモにされるからだそうです。2回目でアフターに誘い、仲良くなれと言われましたが、その仲良くなるのが難しいんだよな。あー、なるほどね。2回指名すれば OK ってこと？ 3 回目からかもされるから。私ね、これ思うんだけど、こうアフターとかってことでしょ？これね、アフター、2回目以降でアフターに誘えって、アフターなんか簡単に行かないからね、キャバクラ嬢は。さあ、しかも2回でしょ？マジ、よく考えてみ、これ絶対無理だよ。あのね、お金を、まあ、キャバクラ嬢は使ってほしいわけですよ。ね。外で、アフターってことは外で会おうってことなの。お店に来た後に。まあいいんだけど、3回以上ね、指名してみてください。そしたらキャバクラ嬢の方から誘ってきます、アフターに。あ、このお客さんいい人だなって。本当に心がね、ちゃんと通じ合えば、キャバクラ嬢だって仕事してるけど、ちゃんと、アフター誘ってくれますから。落ちるみたいなの嫌だよね、そういうの。はい、次。福岡県ラジオネーム、トレハロースさん。キャバ嬢ってパンケーキご馳走すれば落ちるんじゃないんですか？パンケーキ？私パンケーキあんま好きじゃないから無理かもね。パンケーキってだって安いしさ、やばい、値段の問題じゃないけど、どうなんだろうね。落ちる人もいるのかな？甘いもの好きな女の子だって落ちるんですかね？私は落ちないですけどね、却下。
うん、次、山形県、高校2年生の16歳、ラジオネームスーベニアさん。キャバ嬢といえば長い付け爪、あれは多分アリクイに憧れているからだと思いますなのでキャバ嬢に俺アリいっぱい飼ってるんだよねとさりげなくアピールすれば落とせるに違いない。もうお前バカなのかアリクイって、まずアリクイって気持ち悪くない？私無理なんだけど、まあ、キャバ嬢確かにあのすごい付け爪とかさやってます、綺麗にね。指先からって言うじゃん、おしゃれは言わない、足元からか分かんないけど、やってるんで、アリ飼っててもね気持ち悪いよ。私家でさアリ発生したことあるの、あのちっちゃいアリいるじゃん、大きいのじゃなくてちっちゃいの、本当にもういくら殺してもね、殺すってダメだこれ放送禁止用語引っかかって怒られるやつ、ごめん。アリ、そう、この話していい？私ね、キングオブコメディさんすごい好きで、知ってる？アリのネタ。あ、この話できると思わなかった。嬉しい。こいつも疲れている。働きすぎだ。って言って、アリを指でこうね、プチュプチュってやってくコントがあるんですよ。あれすごい好き。終わり。はい。はい、そういうことで。ここで、あ、電話。もう一回電話するの？ちょっとほんとこれ緊張するんだって。ここでね、直接。キャバクラ嬢落とせる勇者リスナーと電話がつながっておりますよ。やってるもんならやってみろ。はい、もしもし。あ、もしもし。ご指名ありがとうございます。ミオ山崎のミオです。あ、ラジオネーム神子と申します。どうも。お何歳ですか？22歳です。22歳、若いですね。はい、作戦じゃあ教えてもらっていいですか？早速。はい、作戦はもうモノマネで落とします。モノマネ、はい、本当自信あります？あ、はい、自信あります。あ、本当？じゃあやってみましょうか、早速。はい、はい、うなしうなし君のハートになしひろちゃん。え、終わり？え、もう一つあり。もう一つ、もう一つ。こんばんは、戦場カメラマンの渡辺陽一です。ごめん、あのさ、はい、はい、ごめんね。はい、もう一回やんない？ごめん、もう一回やろうよ。ちょっともう一回、やろう。そう、雰囲気作ってから私やった方が多分落ちると思うんで、ちょっと今ね、はい、ディレクターさんがさ、音楽かけ忘れたんだわ。ごめん、もう一回やろう。オッケー。はい。ちょっと待って、ね。じゃあ、ラジオネーム、神子さんのチャレンジ、スタート！あ、雰囲気出てきた。あ、いいよ、やって。あ、はい。わしよし今日君やるから、うれしいらしい。すごい、超面白い。何、もっとやって、もっとやって。こんばんは、戦場カメラマンの渡辺陽一です。ねえ、なんでそんな似てるの？どこで練習してるの？すごいね。別の、もっとやって、もっとやって。こんばんは、戦場カメラマンの。ねえ、待って、別の神子さんのチャレンジ終了しましたが、どうでした？あ、そうですね、ちょっと緊張してしまってあんまりできなかったですね。いや、私これで落ちないわ、ごめん。すごい面白かったけど、はい、これはね、落ちません。もうちょっと、はい、上手くなったら落ちるかもしれない。練習にもっと磨いてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ということで、神子さんご来店ありがとうございます。またお待ちしております。あー、ちょっと面白いなこれやばいね、もう何人かやりたいけど、ちょっと、時間がそんなにないみたいなんでね、以上、キャバクラ嬢の落とし方でした。はい、それじゃない、ここでオーマイニッポン。
オ山崎のオールナイトニッポンゴールド。それではここで1曲、歌を歌いたいと思います。どうしてもね、全国放送で元彼に文句が言いたくて、この歌を作りました。会ったらずっと泣いてやる。それがあなたを引き止める一番の方法だから。新しい女ができたのも知ってるよ。どうせクッソブスでクッソ可愛くない女なんだろうね。ああ、そんなことが言いたいんじゃないのに。今までみたいに手をつないで、今までみたいに深くキスをして、今までみたいに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 。セックスがしたいな。おかしくなるほどしたい。それで全部全部全部忘れちゃいたい。髪を切って写真も燃やして思い出のものも全部捨てたのに、なぜかあなたを忘れられないよ。ねえ、鍵返しに来てね。そしたら最後にしよう。ずっとずっとあなたを忘れられないの。それぐらいあなたを愛してました。
あなたが大好きだったこのラジオの生放送、あなたが聞いていますように。結んで開いてでした。いかがだったでしょうか。はい、ちょっと歌ったらさ、もう一曲歌いたくなっちゃったんですよ。本当はね、一曲の予定でちょっと組んでもらってるんだけど、ちょっとディレクターさんに聞いてみます。もう一曲歌ってもいいですか。 OK、 いただきました。ということで特別にもう一曲歌おうと思います。マジアミ彼女のね、裏テーマになってる曲歌ってみようと思う。聴いてください。君も携帯見たことあるまま、番号を消してなかったんだ、ただの友達だよなんて、もしや私の話してないよね。ゆうた君と手をつないで、ゆうた君とキスをして、ゆうた君に抱きしめられながら、ゆうた君と一つになった人、私がいくら頑張っても仲良くならない人、私がいくら頑張っても仲良くならない人、私が一生好きになれない人、それがゆうたくんの元カノ。確かに私元カノより一緒にいた時間短いけど、比べる必要なんかないし、負ける要素なんて一つもない。ゆうたくんを愛する自信、私の方があるよ。山崎のオールナイトニッポンゴールド。ミオ山崎のオールナイトニッポンゴールド、あっという間でしたが、そろそろお別れのお時間です。メール来てるのにね、ご紹介していきたいと思います。徳島県21歳ラジオネームプール掃除さん、このラジオでミオ山崎さんを知ったんですが、生歌と喋ってる時全然別人じゃないですか。喋ってる時はキャバクラでこんなの横についたら嫌だわーって思ったんですけど、おいうるさいぞ、歌を聴いたら指名したくなりました。ありがとう。ミオ山崎のね、ライブのことスレって呼んでるんですけど、都内でやってるのでぜひ、ちょっと遠いですけど来てみてください。ありがとう。続いて三重県ラジオネーム三重のよしくん、ミオさんこんばんは。あっという間の1時間半でした。なんかミオさんの声が聞き足りません。ミオ山崎のラジオのレギュラー化に1000万票送ってよ。本当にもしかしたらあるよ。ありがとね。
はい、東京の三浦さん、先ほどご相談ありがとうございました。あ、さっきの子ね。うん、LINE、早速 LINE でメッセージ気持ちを送りました。今のところ未読です。まあ未読でもね、今もしかしたらもう寝てるかもしれないしさ、まだわかんないから明日までとりあえず待ってみようね。待ってほしいと思います。応援してますよ。ありがとう。いや、ということで1時間半いかがだったでしょうか。少しでもね、宮山酒のことが分かってもらえたら嬉しいななんて思ってますよ。ちなみに来週のこの時間はミワのオールナイトニッポンゴールド、ミオからミワへのバトンパス的な感じですかね。全然譲りたくないんですけどね。私来週もここに座ってたいんだけどっていうのは冗談で、心の悩みとキャバクラとは真逆なミワさんのね世界を、楽しんでほしいと思いますよ。そう、ミワもさっきも言いましたけど、ライブのことをスレって呼んでるんですよ。そう、そこでは私がね、言いたいことを思ってること全部私の言葉と歌で伝えているんですけれども、東京でね今はやってるんだけど、全国でやっていきたいなとも思ってます。でもさ、今行ってさ、そう、沖縄とか行ってさ、全然誰も来なかったら嫌じゃん。だからさ、今のところは東京でやってるんでみんなに来てほしい。でその沖縄とか行ってもみんなが迎えてくれるようにミオラが増えてたら嬉しいなと思っております。うん、これからも私思ってること言ってさ、自分らしく生きていくよ。うん、キャバクラ嬢まだやってるけど、いつかやめてさ、売れたいなって思う。それでね、この時代にさ、来た証を残していければなと思ってます。またオールナイト日本ゴールドで会えるといいね、みんな。楽しかった。ありがとう。ということで、最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。1時間半、本当に早い。こんなあっという間なんだね。すごい緊張してたけど楽しかったですね。またやりたいです。ということで、この後もミュー山崎レギュラーなってよ。まだまだ募集してるんで、ミューアットマークオールナイトニッポンドットコムまで送ってくださいよ。はい、お待ちしております。ということで、ここまでのお相手はミオ山崎でした。ありがとうございました。またね。